こんにちは、ワインブックスの前部です。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。突然ではありますけれども、今円安じゃないですか。円安って、ワインの企業さんにとりましては本当に一大事なんですよ。でしかもここまでの円安ですからね、今ですね本当にどこのワインの企業さんも苦労されてらっしゃると思います。ご存知かとは思いますけれども、高級ワインの価格に関しましては現在は下落基調になっています。下落基調なんですけれども、だけれども円安だからコスト高によって価格を下げられない、むしろ上げざるを得ない。そうなるとやっぱり消費者といたしましても、おや待てよという風になってしまうかもしれないじゃないですか。そういう状況の中でお客様の満足も上げつつも、かつ従業員の方にも楽しんで働いていただく、今の状況ですね、かなり苦労されてらっしゃるところが多いと思います。今回ですね、六本木にあります株式会社ソムリエさんというワイン企業に潜入をいたしまして、最初はですね、実は1階にありますワインショップと、それから併設をされておりますイタリアンでですね、食事をさせていただいたんですけれども、そこはですね、あまりにも素晴らしくて、でそれであればですね、もう企業様の中に入り込んでですね、しっかりと取材をさせていただきたいということで、お声掛けをさせていただきました。そういう状況で取材に至ったんですけれども、だからといってですね、やっぱりですね、ワインブックス甘くないんですよ。取材をさせてくださいね、了承しますよ、申し上げますよ、そんなの視聴者さん望んでいないじゃないですか。なので今回はまずは取材をさせていただいて、運よくですね、広報の方を取り付けまして、その方がですね、なんとですね、役員の方もですね、ご紹介いただきまして、そこで NG なし取材をお願いするというところから始まります。まあ企業さんといえばですね、当然知ってほしいところもあれば、知ってほしくないところもあるわけじゃないですか。だって僕なんて知ってほしくないところだらけですよ。果たしてですね、 NG なし取材をですね、引き受けてくれるかどうか、まずはそこまでですね、ぜひ見ていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。今ですね、六本木に来ておりまして、今からですね、六本木ヒルズの近くにありますワインショップソムリエさんにですね、取材にお伺いする予定となっております。ワインショップソムリエさんはですね、六本木ヒルズの麓にありながらもですね、ワインショップも飲食店も両方とも頑張ってらっしゃるお店ということで、これはですね、期待してですね、お伺いをさせていただきたいと思っておりますので、しっかりとお届けさせていただきたいと思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。予約者前田です。はい、お待ちしておりました。こんにちは。こんにそうしましたら、このムール貝の白ワイン蒸しと、ピッツァって大きいですよね、多分。この感じだと。じゃあパスタで、イベリコ豚ベーコンで作るカルボナーラ。あとグラスのワインって何があるんですか？あ、この、あ、これ全部グラスあるんですね。おーい！お茶飲みさんですが、ワインに特化しているそうなんですけれども、ただですね、このように見てみると、なんかお料理もですね、すごいこだわってらっしゃるんですよね。多分なんですけれども、イタリアンをメインにいたしまして、ワインに合うようにしたお料理かとは思いますが、お料理単体でもですね、楽しめるような内容になっていると思います。これはですね、楽しみですね。それではこちらがですね、マルベックからできた白ワインということですので、まあ、ちょっとですね、ピンク上がってるんですけども、こちらをいただいてみたいと思います。こちらのお店なんですけれども、ワインショップが隣に併設をされておられましてですね、そちらのワインショップのですね、セラーマスターの江畑さんにですね、ご出演をいただきまして、いろいろお話をお伺いをさせていただきたいと思っております。江畑さん、もしよろしければですね、ワインショップをですね、ご紹介をしていただければと思いますが、よろしいでしょうか？はい、ワインショップソムリエセラーマスター江畑でございます。ではお店を紹介させていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞ。私ども最初にインポカタさんとして実店舗を六本木に、開きまして、今年で14年、夏になると15年目に突入します。あ、結構長いんですね。そうですね。で、地区によってサクレノミアサンテステルマールドホイヤと分けております。こちら上がったところに、ブルゴーニュ、ボルドーとブルゴーニュですと大体どれぐらいの割合になるんでしょうか？ですね、メインがもうボルドーでございますので、まあ、大体3分の1ぐらいでしょうかね。
ゴーニュが地下に来ると急にひんやりとしていていかにもセラーみたいなイメージがございますが、そうですね、同じ温度で設定しておりますのでいつ来ても、この温度で対応しております。これ全部で何本あるんですか、すごい量ですよね。今だいたい3000本は確実にあると思います。なるほど、3000本の高級ワインがこちらにあるということで、大丈夫ですかね、これなんか紹介して。ゴーモみたいなのがイタリアから取り寄せたピザ窯です。こういうコンセプトでとにかくこの一つの建物の中で完結しようということでやっております。これ六本木ヒルズのふもとにありますよね、この店ね。そうですね、もう駅から3分。これこの規模でワインに特化してらっしゃるのってやっぱそれだけのやっぱり思いというか情熱というかがないとできないと思うんですよ。そうですね、そうですね、自負しているのはやはり、港区では一番のお店だと思っておりますので。な、港区一番でいいんですか？もうちょっと広げてもいいんでしょうかね。東京にしかなちょっとここれほどの規模になりますと、はい、広報の方をですねちょっと通してですねしっかりと踏み込んで取材をさせていただきたいと思うのですけども、はい、もしよろしければちょっと広報の方をちょっとご紹介いただくのもよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。それでは広報に、お連れしますので少々お待ちくださいませ。はい、それではなんとですね、ワインショップソムリエさんのですね広報の担当の方をとですね取り付けましてですね、取材のお願いをしたいと思っているんですけども、こちらですねたまたまですねいろいろなワインショップを取材をする中の一つとして取材をさせていただこうかと思ったんですけども、実際にこちらに来ましたらですねかなりですね内容もこだわっていて規模も大きいので、もう一つのコンテンツとして、動画を作成させていただきたいと思っているんですけども、その取材というのは受けていただくのは可能でしょうか？はい、もちろんです。ぜひよろしくお願いします。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。でですね、建物全体がこのワインに、まあ、特化されてらっしゃって、1階のお店も、まあ、イタリアンとは言いながらも、まあ、非常にワインにこだわってらっしゃって、このお店というのはどういったお店になるんでしょうか？はい、このビル自体がその飲食店とワインショップとさまざま運営しているんですけども、実はワインの卸営業とか EC サイトでの販売なども行っておりまして、特徴としてワインと食の総合ビジネスっていうものを強みとして取り組んでいる会社なんですけども。ワインと食の総合ビジネスということは、じゃあワインだけではなくてもう食も一緒にやっていこうということなんですね。はい、普通のこうインポーターとしてだとワインを業務卸としてまあ、こう販売してっていうところで、実際のこう一般のお客様に直接ワインを届けるっていうところまではやっていないんですね。なるほど。はい、なのでそこをうちの強みとして業務店にこう卸すだけではなくて、実際に自分たちでもこう飲食店舗を運営して、そこで実際にそのワインと食のマリアージュを提供していたりとか、実際にこう実店舗でワインショップを運営して、一般のお客様にワインを実際に届けるっていう。思ったんですけど、はい、言うてもここ六本木じゃないですか。六本木でこれだけの大規模なお店をやられるのって大変な思いとかもあると思うんですけれども、ワイン以外にもちょっとこう手広くやってらっしゃるとかっていうわけじゃなくて、もワインにこだわって特化してワインと食をやろうということでやられてらっしゃるんでしょうか？はい、そうですね。一部としてワインをお届けしたいという思いで、弊社はやっている取り組んでいる会社になります。これ六本木ですよ。それなんかいいんですかね、そこまで行きちゃって本当に、ね、声小さく投げましたけど大丈夫かな。はい、まあ取材させていただきたいことはいただきたいとは思うんですけれども、ちょっとできればですねワインブックスチャンネルっていうチャンネルなんですけれども、やっぱり視聴者さんの目が超えているので、ただの用意書番組だったりだとか、まあ、ただの持ち上げ動画だとやっぱり喜ばれないんですよ。ちょっと一歩踏み込んでですねちょっと取材依頼をお願いしたいと思っているのですけれども、もしよろしければですね決済者の方とですねお話をさせていただく機会を設けていただくことは可能でしょうか？はい、もちろんです。いいですか？ありがとうございます。それではですね、今日ですね、こちらのお店取材させていただいて、なんとですね、取締役の古澤さんをお招きいたしまして、取材をですね、お願いをこれからさせていただこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのお店さんなんですけれども、実はですね、もともといくつかのお店を取材をさせていただく中の一つのお店として考えて
取材に来た、下見に来たんですけども、中身があまりにも素晴らしくて、六本木ヒルズのふもとでこれだけのことをやられてらっしゃって、それがですね、僕の中で心揺さぶられるものがありまして、でですね、今日ですね、食事をさせていただいたところ、お食事も美味しくてワインもこだわってらっしゃって、でしかも六本木ヒルズのふもとでこれだけのことをやられてらっしゃって、もっとですね踏み込んでですね取材をした方がいいんじゃないかという気持ちになりまして、でちょっと今日この場をですね設けさせていただいたということになります。ありがとうございます。本当に非常に言いにくいことなんですけれども、ワインブックスっていうチャンネルなんですけれども、はい、非常に視聴者さんに恵まれてですね、視聴者さんの目も超えてるんですよ。単純にですね紹介したりだとか、よいしょしたりだとか、いいよね、よかったよねっていうのが受けないんですよ、はい、大変に申し訳ないことなんですけれども、取材をさせていただきたい、NG は言わないでいただきたいっていう条件で、ちょっといかがでしょうかっていうご相談なんですが、もう一歩踏み込むと、おそらくなんですが、ここに来るお客様、ワインも素晴らしい、お料理も頑張ってる、この六本木ヒルズの麓のど真ん中で一生懸命その、やってらっしゃるっていうふうに字面ごと捉える方もいらっしゃると思うんですよ。ただしもう一歩踏み込むと、ワインビジネスってそうそう儲かるものではないのにもかかわらず、こんなところでやるっていうの、なんかあんじゃねっていうのが、そこもですね、実は踏み込もうと思ってます。なので、ひょっとしたら見せたくないところもカメラに入っちゃうかもしれないんですよ。で、僕はですね、今のワイン業界、モヤモヤするところがありまして、じゃあなんでモヤモヤするのかっていうのが、なんかこのワイン業界持ち上げなくちゃいけない、悪口を言っちゃいけない、なんかその、この角を立てちゃいけないみたいな風潮がやっぱり強すぎちゃって、正直に物を言ったりだとか、適切に批判をしたりだとかっていうのに慣れてない気がするんですよね。僕はそういう風潮を、よいしょ一辺倒、持ち上げ一辺倒っていうのはダサいんだよっていう風潮をワインブックスチャンネルを通じて作りたいと思ってるんですね、はい、言うても六本木のふもとじゃないですか、はい、お金持ちにすり寄ってるんじゃないかとか、裏でなんかちょっと怪しい情報商材売ってるんじゃないかとか、なんかっていうことはないですか？大丈夫ですか？はい、もちろんございません。私たちワインと食の総合ビジネスと私たち自分の事業を呼んでるんですが、主にやっぱワイン事業と飲食の事業ですね、この2つの事業を組み合わせることによって、まあ、今まで作れなかった価値、新しい価値というのを作って提供していきたい、そういった思いでやっております。だって六本木ヒルズのふもとじゃないですか、はい、これもある程度かかると思うんですよ、はい、それをペイするためにはある程度の売り上げと、まあ、利益を出さなくちゃいけないっていうところもあると思うんですけども、でもワインビジネスってやっぱりこだわればこだわるだけやっぱり人の手もかかるし、ということはまあお金もかかるし、ということはまあ利益率も下がってしまうというところもあると思うんですけども、付け加えて今円安じゃないですか。なかなか厳しい中やられているっていうのが、なんかちょっとモヤモヤするところもある人はあるんじゃないかと思うんですけども、 どうですかね。いや本当に、ね、もうおっしゃる通りですね、もう今本当にこの円安、はい、まあ原材料もどんどん上がって人件費もどんどん上がっている中で、まあ、正直なところ言うとワイン業界全体が本当に厳しい状況ではあると思います。やっぱ私たちもやはりですね、このワイン業界ってずっとやってますので、もう本当漏れなく私たちも本当に今大変な辛い状況だというのは変わらないんですね。順風満帆というよりもですね、本当に毎日毎日なかなか苦労の連続というところもありまして、やってる内容そのものは非常にごく真っ当にやって、で言ってることには嘘偽りはなく地道にやってらっしゃるということはよろしいでしょうか？本当に地道に地道にやらせてもらっています。その話を聞いて、はいそうですかっていうほど僕甘くないんですよそのいろんな人見てるのでなんですけれどもなのでちょっとですね、いきなりですね、じゃあ社長の給料教えてとかそういうこと言わないので言わない代わりに、まあ、NG なしで取材させていただいて、で本当にですねおっしゃってることが本当なのであれば、それも含めて全てですね動画にさせていただいて、もうそうなったら本当にこれ以上のない PR にもなると思いますので、その代わりですね、NG なしで取材にはちょっとご協力していただければと思いますが、よろしいでしょうか？わかりました。いいですね、はい、こちらも誠心誠意お答えいたします。ありがとうございます。じゃあすいません、どうぞよろしくお願いします。お願いします。
はい、ということで株式会社ソムリエさん、NG な取材を快諾をしてくれました。まあ、快諾かどうかはわからないんですけれども、快諾をしてくれたからといってですね、持ち上げ 100% の動画にはなりませんので、そこはですねご了承の上で見続けていただければと思います。明日からですね株式会社ソムリエさんに潜入いたしましてですね、裏表なくですねワイン企業さんの今をですねお届けをさせていただきたいと思います。それでは続きを見てみましょう。それではですね、こちらですね、ワインショップソムリエさんの本社の前にお伺いをしております。今日はですね、古澤さんにですね、ご協力いただきまして、本社の中をですね、まあ、ご紹介いただくということでございますので、古澤さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、こちらが本社のビルなんですね。はい、こちらの3階のフロアが、私たち株式会社ソムリエの、はいはい、ワイン事業部の、オフィスとなります。ここ3階ですね。あ、はい。いかにもなんか今時のオフィスって感じですけれども、ありがとうございます。じゃあちょっとお邪魔しますね。ありがとうございます。こちらには何名様ぐらいの方がおられるんでしょうか。そうですね、総勢で30数名のワイン事業部の人間と、あとは管理部といった、はいはい、あのまた別の部署の人間が30数名でおります。はい、それではですね、株式会社ソムリエさんのですね川端さんにですねご協力いただいて、簡単にですねインタビューをさせていただきたいと思っております。川端さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実際にはどのような事業部というかですね、仕事をやられていらっしゃるんでしょうか。はい、私が所属しているのがワイン事業部というところの中でも EC 企画というチームに所属しております。 EC サイトの企画なんですね。はい、そうですね。企画ということは、じゃああれですか、具体的にはどのようなことをやられていらっしゃるんでしょうか。そうですね、ワインをネットで販売させてもらってるんですけど、オンラインでどういうふうにワインを売っていくかというところの企画戦略の部分を担当してます。メインで言うと毎月オンラインセールという形でイベントを企画してるんですけど、そのセールにどんなワインのセットを載せようかなとか、次新商品どういうふうに出していこうかなみたいなところを仕入れの部門と協力しながら考えてます。なるほど。この今回の企画なんですけれども、やっぱここ言うても六本木ヒルズの麓にあるじゃないですか。はい、なんかねやっぱね、僕の中でいまいちね商売上手なんじゃないかだとか、なんかちょっとそういう疑念があるんですけども、ワイン本当お好きなんですか。あ、そうですね、あの私は本当にワインが大好きで、そこについてはあの嘘はないです。うん、なるほど。はい、でそもそもあの食べたりするのが本当に大好きですし、お酒に関してもワイン以外のビールとかあの焼酎とかも好きなんですけど、ワインが好きなんじゃなくてお酒が好きなんじゃないですか。なんですけど、もちろんワインがあの一番好きです。なるほど、なるほど。はい、なんか普段あの仕事をやられて喜びだったりだとか楽しかったりだとか、こうやりがいだったりだとかとかっていうところはどんなところにあるんでしょうか。ワインのどんなワインを売ったりとか、どんな商品を売ったりするという企画に関わっているので、その企画立てたところからお客様に伝わって、お客様から口コミだったりとかで、あの美味しかったですとか、本当にこのクオリティはソムリエさんだけですみたいな口コミをいただいたりした時は一番嬉しいですね。僕たちワインブックスチャンネルって、まあ、正直に、お伝えするっていうところが大事だと思っているので、横に古澤さんがいないつもりになってですねなんかちょっときつかったこととか辛かったこととかっていうことがちょっといただければ嬉しいんですけれども、はい、じゃあちょっと一旦古澤さん、はい、いらっしゃらないつもりでまあ辛かったりとか大変だったりということはもちろん仕事してたらあるんですけど、一番きついのは自分で企画した商品があの販売直前に売れなくなってしまったりだとか、まあ、何かの理由があってそのリリースに至らないみたいなことがあります。でワインっていうのは本当に農産物ですし輸入商材なので、弊社直輸入でやっているというところもあって、どうしても生産者とのスケジュールが合わなくなってしまって生産が間に合わなくなってしまっただったりとか、量がそんなに作れなくなってしまったみたいなこともあり、船が遅れてしまったりとか、いろんな、なるほど、はい、要因が重なって、あの詰めに詰めて満を持してリリースするぞっていうふうに準備してたものができなくなってしまうという時はかなりショックですね。まあでもそりゃそうですよね、まあ、いわゆる工業製品じゃないし、はい、天候だったりだとか、まあ、ブドウが決めることですからね。そうですね、そればっかりはもう最近もちょうどブルゴーニュ地方ではあの氷が降ったみたいな話を生産者から聞いたりもしたので、農産物だなというふうに思いますし、そこが難しさであり、ただ、まあ、あったかい商材だなとも思いますね。この会社での目標みたいなものとかっていうのはあるんでしょうか。やっぱり大きいところで言うと、私たちの自分たちで直輸入してるワインの中でこうシグニチャー的なブランド、このワインといったらワインショップソムリエさんのだよねっていうのが皆さんに知ってもらっているような有名なワインブランドとかを、打ち立てられるといいなと思ってます。吉田さん、どうですか今このお言葉を聞いて。
目頭が熱くなる思いです本当ですかそれではですね、こちらの、立夏の、店長のですね、桑原さんにですね、お話をお伺いさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの店なんですけども、なんか内装とかすごいですよね。そうですね、もう本当に内装にはもうしっかりとこだわりを持ってご用意しまして、で豪華な内装でゆったりとお食事いただける空間をご用意させていただいてます。先ほど和牛のお店ということでおっしゃられましたが、実際のお料理は和牛懐石というかフレンチベースなんですか？そうですね、シェフはもともとフレンチの出身なので、もともとフレンチの技法を取り入れながら今の日本の季節の旬のものを楽しんでいただけるようなコース料理という形でご用意しています。じゃあ基本的には赤ワインが多いんでしょうか？そんなことはなくてですね、実は和牛懐石というとなんか肉割烹のようなイメージも多く持たれている方もいらっしゃると思うんですけど、そうですね、私たち立夏は旬の食材をできるだけ楽しんでいただけるように、なるほど、用意しまして、なのでお魚やお野菜なんかの旬のものを全国各地から取り揃えていて、最初の前菜の方はどちらかというとむしろ白ワインやシャンパンに合わせてお楽しみいただけるワイン、お食事になっています。メインになるものは和牛ではありますけれども、とはいえ、白ワインに合うようなお魚だったり他のものもいただけるということですね。おっしゃる通りです。僕ですね、やっぱこちらのお店なんですけれども、こんだけ上はシャンデリアですよ壁は装飾が施されてあって、ちょっとバブリーなイメージもいただけるんですけれども、しかも全室個室じゃないですか、イケイケ社長さんとか米穴来てるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもそういう人向けのお店なんですか？もちろんそういった形で豪華な内装のお好みの方もいらっしゃれば、味にもすごくこだわりを持っているので、食べていただくともう絶対に感動していただけるような内容でお食事ご用意させていただいてます。どの方に来ていただいても、もしくは個室なので小さなお子様、なるほど、はい、ご家族でお食事いただくことにも最適な空間としてご用意させていただいてます。六本木で個室で和牛ってなると五大シャトーばっかり売ってるんじゃないかなっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけども、そのあたりどうなんでしょうか？決してそんなことはなくてですね、価格に合ったもので味も飲んで美味しく感じていただけるものというのをよりコスパもよく感じていただけるようなワインのセレクトをさせていただいてます。ソムリエさんが、メニューに合わせてペアリングで選んで、いただいたワインを楽しめるということでしょうか？はい、そうですね、来ていただいたお客様にはもう必ず感動していただけるように。感動ですか、すごいですね。はい、感動していただけるお料理とサービス、ワインの内容という形でご用意させていただいてまして、で本当にやっぱり喜んでお帰りいただくときっていうのは私にとってもすごく幸せな瞬間で、お仕事としても喜びを感じます。六本木だからということもあると思いますけれども、記憶でしちゃってる方がおられるかと思いますので、その方々に向けてですね、優しくしてくれるかどうかっていうところです。ちょっと確認したいんですけれども、一般の方が来てもですね、優しくて美味しいワインをサービスしていただけますでしょうか？そこはもちろんです。むしろワインをお好きな方でしたら、ぜひお話もさせていただければと思いますし、楽しい時間を一緒に過ごしたいなと思っております。わかりました、どうもありがとうございます。ありがとうございます。イタリアのさくらというお店のですね、岩崎さんにですね、いろいろお伺いをしたいと思っておりますけれども、岩崎さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。岩崎さんはどのような業務をやられておられるのでしょうか？私はサービススタッフでして、そうですね、お客様のさくらに魅力を伝えたり、黒板でおすすめメニューを提案させていただいて、それからのペアリングなども提案させていただいております。岩崎さんがじゃあペアリングをご提案を？そうですね、今ある自社輸入ワインでコース料理はないんですが、なるべくできる範囲でさせていただいております。この前食事に来て来させていただいて、はい、でものすごいお店流行ってらっしゃったのを覚えてるんですけども、はい、結構お忙しいんですか？そうですね、はい、ゴールデンウィークもすごい大変気でして、お客様が喜んでくれるのが一番嬉しいので、お料理が美味しいのはもちろんなんですけど、ペアリングの提案したものに対して、すごい装飾効果だねであったり、より美味しく感じるねみたいな言葉が一番励みになりますかね。自社輸入ワインでいろいろあるんですが、チェリーのカベルネソーヴィニヨンなどもすごく美味しいので。お店そのものはイタリアンではありますけれども、国そのものはそんなにこだわってなくて、世界中からのワインを合わせてペアリングを楽しむと。はい、その通りです。なるほど、なるほど。じゃあ世界中のワインを勉強しなくちゃいけないってことですよね。そうなんです。それも大変かと思いますけれども、はい、仕事をやられて大変なことだったりだとか、ご苦労されてらっしゃることとかっていうのはありますでしょうか？そうですね、大変なことは
うですかね、大変か、そこまで、そうですか、あまり毎日本当勉強なので、あ、なるほど、常に楽しんでできちゃってるみたいな、楽しんで、はい、いいですね、さすがですね。それではですね、次にですね、1階にありますさくらのですね、小林店長にですねお話をお伺いさせていただきたいと思っております。小林さん、今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。小林さんはこちらの店の店長ということで、具体的にはどういった、はい、あの仕事をやられておられるのでしょうか。そうですね、仕事内容としてはうちはやっぱりソムリエが結構たくさんいらっしゃいますので、はいはい、ワインの管理とかも含めたもの、僕自身もソムリエなんですけど、ワインの管理を含めたものっていうのと、あとはまあ各スタッフのマネジメント、なるほど、あとは、マネジメントだけではなく、そのお店の方針的な経営のマネジメント的なものも含めて、現場サイドからあのもう一からやってるよ。なるほど、経営に関するというふうにあのおっしゃられたと思うんですけども、じゃあ現場サイドの意見がじゃあ経営に、まあ、あの結びつきやすいというか、あの経営にそのままあの反映されやすいという雰囲気があるんでしょうか。そうですね、うちの会社は社長との距離感というのがとても身近になっているので、そういった部分でやはりこちらの声というのが届きやすかったり、なるほど、企業とかってありがちだと思うんですけども、まあ、本部は本部、現場は現場ということで、水と油みたいなところあると思うんですよ。本部の人は俺たちがあのマネジメントしてるんだって思ってて、現場の人は俺たちが金産んでるんだって思ってるじゃないですか。そうなんです、やっぱり飲食業のあるあるで、その現場市場主義みたいな、まあ、あります、わかります、すごい現場の人たちはありますし、で本部の人たちは本部の人たちで、やっぱりその、まあ、合理的に物事を考えた上でこう動くべきだっていうのはとってもわかるんですけど、なるほど、なるほど、やっぱりその折衷案といいますか、お互いのいいところっていうのはよく残していかないと、人材も残っていかないですし、なるほど、なるほど、はい、それがもうはたまたお客さんに対していい還元になっているのかどうかっていうのは本部の人もわからないですし、なるほど、なるほど、そこをやっぱり直の声としてあの直接上げさせていただいているのが僕のお仕事。なるほど、なるほど。ちょっと踏み込んでお話をさせていただきますと、まあ、プロのソムリエさんということでプロフェッショナルの部分と、それからどちらかというとジェネラリストというか、いろんなあの部分を見なくちゃいけないという部分、まあ、半分経営者みたいな立場かと思うのですが、じゃあそこに関してはどのようにバランスというかご自身であの取られてらっしゃるのでしょうか。そうですね、まあ、あの完全にスイッチを切り替える、でその勤務時間もそうですけれども、現場に入るときはスペシャリストの私として、はい、で現場に入らないで少し外れているときっていうのはジェネラリストのお店を客観的に見るような人として、なるほど、というところでそこをきちんと分化すると、意外とスムーズになるんですね。専門家の方、ソムリエ軍団だと思うんですよ、はいはい、専門家の方ってやっぱりこう皆さん個性があるじゃないですか、はい、そう、もちろんそこでまとめるの大変じゃないですか。いや、まあ皆さん画が強いですね、まあ、全然全然、今画が強いとおっしゃったと思うんですけど僕があの言いたくても言えないことをおっしゃってくださったんですが、まあでも、まあ、そういうものですよね。だからね、勤まってるというところもあると思うんですけども、まあ、なんか大事なのは答えは一つではないということです。なるほど、それを各スタッフにきちんと理解をしていただくということで、うんうん、一人一人自分が思ったものっていうのはもちろん答えですし、うんうん、隣の人が思ったことっていうのももちろん答えですし、うんうんうん、それが両者いいなと思えたらより高め合うこともできますので、なるほど、すげえな、なんかさらに踏み込んでお客様の満足と、それからもう会社の満足と、あの従業員の楽しさですよね、それを両立させるために何かちょっと苦労されてらっしゃるところとかっていうのはありますでしょうか。まあ、うちの会社の経営理念がまずはお客様を大変満足させるということです、でそうするとやはりまあ、お客様がたくさん来ていただいて、その分こう取引先とかに仕入れのメリットとかをお伝えすることができて、なるほど、で、はたまたそこまで潤滑に回ってくると今度は従業員に還元されるよっていう、この3つの軸で戦っているので、もう現場サイドに関してはまずはお客様を第一で考えていきましょうと、何もそんな既得権益だったり、その自分の将来、まあ、将来はそうですね、自分のポジショニングのためにこう働くことではなく、お客様第一でファーストで考えていって、でそうすると今度はやはりあの利益もきちんと取れるようになってきます。なるほど、その利益の部分というのを従業員により還元できるようにっていうのが今の次のステージになっているんです。これなんかいい話だよな、これなんかこうなんかそうですね、こんないい話だとちょっと突っ込めないな、これそれではですね、株式会社ソムリエさんの本部にですねお伺いをさせていただきまして、ハニヤさんですね、どうぞよろしくお願いします、はい、あ、こちらこそよろしくお願いします。
本屋さんは普段はどういったお仕事をされてらっしゃるんでしょうか。普段は通販部門の方で働いておりまして、はい、着手できていなかった分野というか、はい、新しい販促方法ですね、そちらの方にいろいろチャレンジをさせていただいております。なるほど。おそらくなんですが、視聴者さんの中にライブコマースというキーワードを存じ上げない方がおられるかもしれませんので、ライブコマースとはどのようなものになるんでしょうか。私たちスタッフが生出演をいたしまして、ライブ配信中にですね、当店のワインの紹介ですとか、さまざまな生産者のエピソードとともに説明させていただいて、それをお客様にお買い上げいただくというような、はい、ものになっております。ワインってどうしてもやっぱり敷居が高いとに感じてらっしゃる方もおられる一方で、はい、ワインのことをもっと深く知りたいだとか、ワインのことをすでに興味があるという方もおられると思うんですね、はい、で当然このあまりワインのことを知らないという方に向けてもお伝えしなくちゃいけないところもあるかと思いますが、で僕もそうなんですが、やっぱりここばっかりだとやっぱりここの方がやっぱり離脱されてしまったりとかって ところもありますので、じゃあ逆にワインを知りたかったりだとか、ワインをもっと深く探りたいという方にはどのようなご苦労されてらっしゃるんでしょうか。そこのバランスって本当に難しくてですね。そうですね、はい、でおそらくワインに詳しい方ってもう自らそれを調べる手段を結構ご存知なんですよね。 なのでどちらかというと私の役目はもうちょっとライトな方々に向けての販促が多い感じですかね、はいはい、であともちろんそういったワインにかなり造形が深い方向けにはオンラインワイナリーツアーというものも開催しておりまして、それもやはりライブ配信なんですけれども、実際に生産者さんをお呼びして、はい、でそのワインについてその醸造方法ですとか、はい、畑のお話ですとか、はい、そういうのを実際にインタビューを生放送で、はい、配信しつつお客様に楽しんでいただくというようなものも開催しております。営業の方にですねお話をお伺いさせていただこうかと思いますが、法人の営業ということになりますと、はい、一般の消費者の方と違いまして、はい、ある程度知識があったりですとか、そうですね、プロの方が多いかと思うのですけども、うん、はい、そういう方に向けて、はい、ワインを販売する醍醐味というか、はい、楽しさというかそういったものとかってありますでしょうか。もちろんございます。例えば、やはりグランメンゾーさんとか三つ星についてるホテルとかレストランさんのソムリエさんから逆にいろんな情報とか教えていただくこととかやっぱたくさんあることもありますし、ワイン使ってみたいだけどちょっといや難しいワインの世界ちょっと怖いってなってる飲食店もやっぱ結構あって、いやそれは思います、わかります、ですね、はい、なのでそこはやっぱり私どもの、腕の見せ所といいますか、変わりまして、実際に使っているお食事に合わせて、じゃあ弊社のワインはこういったものが本当に合うと思いますっていうことをいろいろコミュニケーションを取らせていただきながら提案し、それが本当に納得していただいて購入いただき、で本当にお客さんの評判がすごくいいですと、売上が上がりましたっていう声をいただけると本当にもうやりがいにつながってますね。株式会社ソムリエさんで営業をやられる醍醐味というかですね、そういったとことかありますでしょうか。そうですね、やっぱり使っているワインのラインナップがめちゃくちゃ広いっていうところと、やっぱキャラクターがすごく立ってるワインとかっていうのもやっぱあったりはするので、そういったところでやっぱお客様にバイアスがかかっているような、フレンチだからフランスのワインだよねとかってやっぱ実際やっぱお客様やっぱ多い中で、一個こういったワインがあるんですっていうところでチャレンジングを提案してみるっていう時にやっぱあ、こんな面白いワインあるんだねっていうのがやっぱ刺さるものがやっぱなんかあったりするので、それがやっぱりここで働いててすごくいいなって思うところであります、ね、EC サイトだったりとか、あとは飲食事業も実際にやってて、本当に隣のビルで直営のレストランだったりとかトラトリーがあるっていうところで、本当に消費者の方のお声っていうのが、すごい届きやすいし、やっぱり現場の、ソムリエだったりとか、シェフだったりとかの話だったりで、僕らがまだまだ知り得ないようなお客さんリアクションとか、食べ合わせマリアージュとかっていうのはこんなのすごく流行ってたよとか面白かったよっていうのを教えてもらえるんで、そういった意味では、本当に一個の、業種とか業界だけ問わず、多岐にわたってお客様の声が入ってくるっていうのは弊社のかなり大きな強みなんじゃないかなっていうのはすごく営業してて感じます。うちのトラトリアの前には桜の木があって、桜が咲くってなった時になんかそろそろじゃあローゼ提案だなとかっていうところもあったりもしますし、お店の方からも今度こういうイベントがあったりとかするからっていう時に、じゃあ次の季節に先駆けてこういう提案とかっていうのがちょっとアンテナが張りやすくなるなっていうところはやっぱすごく感じるので、いいなっていう感じはします。レストランやりながらインポーターやって、パッと見るとですよ、意地悪に見ると、なんかいいことやってんなって見えちゃうことあるんですよねでもそうじゃなくて、結局飲食店やりながらやれば絶対いいことあれば、そうじゃないこともあって、そういった声が届きやすいっていうところもやっぱメリットとしてあるってことですかね。そうですね、でもメリットの方がどちらかというと大きいんじゃないかなとは思いますね、なんか個人的にはもうずっと飲食やってて接客も長かったので、たまに
そのレストランとかで試飲会とかそのワインセミナーディナーとかやるときにも自分も接客入れてラッキーみたいな。うん、あ、そんなことできるんですね。久々にサーブできたんですよ。江端さん、実はですね、あの後ですね、はい、株式会社ソムリエさんの本社さんだったりだとか、はい、いろんなところ見させていただいて、はい、勉強させていただきました、はい、このワインを販売する建物の、はい、まあ、いわゆる顔としてですね、はい、何か気をつけてらっしゃることだったりだとか、ご苦労だったりだとか、はい、喜びだったりだとかっていうところをですね、はい、ちょっと改めてお伺いしたいと思うのですけれども、はい、わかりました、はい、私はこのワインショップソムリエで入り口でいつも立っているんですけど、まあ、お客様いらっしゃいませからスタートして送り出すまでが一つの仕事だと思ってます。でやはりお客様に喜んでいただくことというのが一番ですので、いかに気持ちよく買い物していただくというのを頭に入れてやっております。体が動く限りは働かせていただこうかと思っております。お客様の喜ぶ声聞きたいし、顔見たいし、うん、というところでしょうかね。江端さんにとって、はい、ワインとはどのような存在でしょうか。今となってやはりちょっとねワインで生活できるのかななんて思っておりましたが、今はやはりいいお客様がついてくれているし、いい環境で、仕事をさせていただいているというところなので、ワインがまあ全てと言った方がいいでしょうか。そうですよね。いや、僕なんて所詮はワインブームの時にワインを勉強し始めたので、はい、江端さんからしてみたら、まあ、そうじゃない頃からもちろんワインと携わってらっしゃったと思うので、そうですね。だから確かにワインで、生活できるかどうかっていうところで、はい、ご心配になられた時もあったと思うんですよね。そうですね。もしワインをので仕事していなかったら全然違う仕事、好きな仕事があったんでそっちの方に行ってたかもしれませんね。何ですかその好きな仕事。実は車だとオートバイが好きで。なんか違いますね。バイクも好きなんですか。バイク好きなんですよ。古澤さん、いろいろ拝見させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。まずありがとうございましたと同時にですね、まずちょっと最初にですね、はい、かなりちょっときつくですね、はい、ツッコミをさせていただきましたが、それちょっと正直にお詫びいたします。すいませんでした。とんでもないです。全ての部署を拝見させていただいて、まあ、僕がですね最初、まあ、僕疑り深いんですよね。少し疑り深いところがあったんですけれども、でもそれでもですね、やっぱりどの部署さんもですね、本当にワインとしっかりと向き合って、消費者の方ですよね、入門者の方だったりですとか、それからやはりワインにお詳しい方だったりだとか、もちろんね、場所柄お金持ちの方もおられれば、いろんな方もおられると思います。そういった方々に本当にお一人お一人のお客様に向けてですね、本当にしっかりと向き合ってらっしゃるのが見て分かりました。いや、もうそう言っていただけると本当に光栄です。私やっぱりこのワインと食の、まあ、ビジネスとして、この日本にですねワインと食の豊かな文化に根付くように、これまでもずっとやってきましたので、これからもですね、やっぱりこのワインが好きな方、で美味しい食事が好きな方、皆様に喜んでいただけるようなサービスをですね、これからも一生懸命続けていきますので、よろしくお願いします。ホームページで見たんですけども、上場を目指されてらっしゃるというのは。そうですね、はい、はい、私たちもこのワインビジネス始めて、そうですね、もう本当に一番初めて2004年 で本格的にこのワイン事業部として、まあ実際にですねワインショップソムリエという名前から、まあ、小売店を始めたのが2009年なんですが、まあ、今年で15周年、迎えました。で私たちにやっぱりこのサービスをもっと、広げていくために、まあ、株式の上場、まあ、これはゴールではないんですが、一つの目標として、どん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 やっぱりこう広げていこうという思いを込めて今目指しております。いや、
あのこれはパブリックカンパニーになれますよ。なってください。頑張ります。応援してます。また取材させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回ですね、NG なし取材、六本木にあります株式会社ソムリエさんでした。今回ですね、本当に、無茶ぶりをしたにもかかわらずですね、快諾をしていただきまして、まずですね、ご協力してくださった皆様、本当にありがとうございました。まあね、これ僕の心が汚れすぎていたのかもしれないですね。世間の裏も表もですね、もう見せられ続けたというところかと思いますので、そこでですね、どうしてもですね、まあいい話には裏があるんじゃないかっていうふうに、なんか捉えちゃうところもあるんですよね。でもですね、そんな中でもしっかりとですね、真摯に取材の対応していただいてですね、本当に皆さんですね、ワインと向き合って、ワインの良さをですね、一人一人、高級ワインからリーズナブルなワインまでですね、いろいろなお客様に対応されているのが分かりました。これはですね、これからも全力で応援をさせていただきたいというところかと思います。一応ですね、正面入り口から入っていただくと、ワインショップだったりですとか飲食店がありますので、そこでですね、雰囲気をつかんでいただくといいと思います。本当に建物全体で、ワインと食をですね、真剣に、まあ、追求してですね、それをできる限り分かりやすい形にフォーマットをしてお客様にご紹介する。それが本当に連ながれていると思います。もちろんですね、企業ということで営業していけばいいところもあればそうじゃないところもあるかとは思いますけれども、全体といたしまして、本当にですね、心から応援したくなる、そういう企業さんでした。本当にですね、NG なし取材ということと、それからですね、たまにちょっと厳しいことを突っ込んでしまったりですとか、そういったこともさせていただいて、本当にですね、申し訳なかったと思います。にもかかわらず、ご快諾いただいてですね、皆様本当に取材に協力してくださいまして、ありがとうございました。はい、今回はですね、ここまでになります。NG なし取材企画、六本木の株式会社ソムリエさんでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。